はい、こんにちは、タックでございます。先月ですね、 iPhone12 が発売されまして、発売日にですね、僕の手元にも iPhone12 Pro が届いたわけなんですけども、それと同時にですね、キャリアの方もビッグローブから楽天モバイルに変えました。で、今回はそのね、両方ともまあ使い始めてね、半月ぐらい経つんで、使ってみた感想をですね、今回お話ししたいと思います。まずね、どうしようかな、 iPhone からにしようかな。今回 iPhone12 Pro の 256GB ゴールドを買いました。 iPhone X からのね、機種変更だったんですけども、まずね、外観、このデザイン面なんですけども、何の文句もありません。このね、側面のフラットさも好きですし、このゴールドのね、色合い、これもね、高級感っていうかね、おしゃれな感じがして僕は大好きです。iPhone 5の時のね、ゴールドもいいんですけども、今回のゴールドは結構気に入ってます。次にね、機能面なんですけども、まあ家のね、ネット環境が 100Mbps の契約なんで、 Wi-Fi 6の恩恵はないです。なのでね、速さの体感は全く変わらないです。ただね、初めてこの3つのカメラの iPhone を使ってみたんですけど、これがね、かなり便利というか使いやすい。インカメラの画角はね、変わらないんですが、まあ、ナイトモードがね、使えるようになりましたしね。あと、この外側のカメラに至っては、ナイトモードはもちろん、HDR 動画の撮影にも対応しました。ほんとね、写真は綺麗になったなと思います。もうね、全然、正直言ってね、これ1台でもね、いけるんじゃないかというぐらい。でもですね、動画の方は HDR でね、撮影した動画なんで、ファイナルカットプロに持っていくと、白飛びした映像になります。この見たままのね、キラキラした映像のままね、取り込めるんではなくて、まあ、ファイナルカットプロの方で HDR エフェクトを入れて、色補正とかですね、あとビデオスコープを見ながら、編集するといった感じなんですけども、なんかね、買う前は別に写真とかね、動画はね、こういうね、ZV-1 とか、あと GoPro、ね、こういうカメラで撮るから気にしないと言ってましたけども、今回の iPhone12 Pro のカメラは、素晴らしいです。ただね、ライダースキャナーは今のところ使ってないですね。なので良さもあんまり分かりませんね。 AR もそんなにしないですし、まあ今のところね、 iPhone はそんな感じかな。本当ね、変えてよかったと思います。デメリットってそんなないかな。まあ指紋認証に関してはもともとね、ないですし、何せね、10からの機種変更なんで、デメリットはないですね。まあ、あえて言うなら、ファイナルカットプロの編集の時にめんどくさいくらいかなという感じです。はい、さて次、楽天モバイル、ビッグローブからのキャリア変更なんですけども、メリットは、月々の電話代、通信料が1年間無料、あとね、通話アプリで着信履歴が残る、これもね、メリットですね。iPhone のビッグローブのアプリっていうのはね、不在着信が残らなかったんで、これはね、いいなと思いました。ただし、この2つのみです。デメリットはね、結構ありまして、それについて今日はね、特にね、お話ししたいと思います。まずね、これは地域差があると思うんですけども、通話品質が悪い。なんかこう、ブツブツ途切れる時もありますしね、あと音声もこう、ノイズのように、感じる音質っていうんでしょうかね、なんかこう音割れっていうんでしょうかね。まあただだから我慢してますけども、今までのソフトバンクビッグローブと比べるとかなり通話品質は悪いと感じました。これはね、楽天モバイル自体がそうなのか、もしくは地域差なのか、それちょっとね不明ですけども、そんな感じです。そしてね、このね、通話アプリがものすごく使いにくいです。例えばですね、この、通話したいのに、そのアプリを開くと、デフォルトでチャットが開くんですよ。これがね、地味に使いにくい。電話のアプリじゃないですか。なので、普通だと、このね、電話帳とか、その、すぐ電話をかけられる状態がいいと思うんですけども、なぜか知らないですけども、チャットが開きます。でね、電話をかけるときなんですけども、こう、
人によって固定電話と携帯の2つ登録してある場合とかあると思うんですけどもね、これはですね、どちらかしか表示されません。そしてね、登録もね、1つしかできないんですよ。しまいにはですね、その人のね、番号を見たらね、4桁とかね、2桁とかね、もしかしたらこれ登録した人の誕生日じゃないかっていうようなね、番号になってたりします。もうほんとね、ありえない。でもっとありえないのが着信。これね、たまになんですけども、一つ前の着信が表示される時があります。例えばね、まあうちの嫁から電話かかってきました。でまあ通話が終わって、その後ね、会社からかかってきた時、なんかね、画面がバグってうちの嫁の着信、まあ電話番号っていうかね、名前と会社の名前が2つ出る時があるんですよ。で、え、これなんだろう、どっちなんだろうってちょっと待ってたら、こう嫁の名前にね、変わったんで、あ、どうしたんだろうと思って出たらですね、会社だったと。そういう時が、2、3回ありました。で、やはりですね、電波も弱いです。久々にね、この間ね、建物の中入ったらね、県外っていう時がね、ありましたけどもね、久々ですよね。よくソフトバンクが、こういうね、携帯に入った時に、なんかこう電波が悪くてね、よく県外になるとかっていうこともあったんですけども、久々にね、県外っていうね、表示を見ましたね。通話品質とかね、まあエリア拡大もいいんですけども、この重要なね、この通話アプリ、これだけひどいと本当ね、辛いです。ぜひともね、早めにね、改善していただきたいと強くお願いします。はい、ということでね、今回は、iPhone 12 Pro と楽天モバイル半月使ってみた感想をお話ししました。ということで、また。